おはようございます。今日は香港5日目、モンコックとかの方ですね、クーロンサイドの商業エリアを回ってみようと思います。まあ、いくつか古着屋もあるみたいなんで、そういうとこ見たりとか、あと香港の有名なあのパタパタクロックちょっとわかんないですよねあのこう表示がパタパタする時計があって、私好きで1個持ってるんですけど、それの工場とかもあるんで、なんかそういうところとかもちょっと行けたら行ってみたいなっていう感じです。モンコックにあるこのなんていうの、618商業には文化や雑貨店と、あとミッドウェストを入ってて、雑貨とか古着が2つ見れる商業施設ですね。行ってみます。香港の古いなんかチラシとかのステッカーパック、かわいいですね。500円ぐらいか。文化屋雑貨店はなんかまだオープンしてないっぽい、残念。香港のバスの看板なんですけど、このキーホルダー好きなんですよね。昔来た時より種類が増えてます。モンコック駅の東側のあたりは結構コンピューターとかカメラとか関係のなんか中古品屋さんとか、あとスポーツ用品店がすごい集まって、結構スニーカーとかも多いらしいですね。ちょっとこの辺回ってみます。あ、コンバースとかナイキとかヘッドアディダスですね。はい、ローカルドここのスタバは内装が面白いらしいんで、ちょっと立ち寄ってみます。すごい建物ですね。なんかどのお店もだいたい同じ品揃えで、ほとんど同じ値段なので、なんかあんまり見ててもそんな面白くないですね。しかもアウトレットとかじゃないんで、別に日本より安いわけでもなく、まあ、詳しい人とかだと日本にないモデルとかを見つけられるのかもしれないんですけどね。あと連休中なんで中国の方がすっごい多いですね。買い物にたくさんの方がいらしてます。適当に入ったワンタンの屋で、あ、お昼ご飯です。一杯40ゼルなんで600円ちょっとか、結構高い。次はここのシンセアハウスっていう、なんかこう携帯の販売とかで有名なところで、ちょっと中古の iPhone があるか探してみようと思います。
iPhone14 を一番安いここで購入しました。iPhone14 購入しました。なんかガラスとケースもおまけしてくれて、最初5680だったんですけど、ちょっと値引きしてよってお願いしたら5600になって、クレジットカードで支払ったので 3% の手数料が上乗せされて、5700いくらだったかなですね。で、日本円にすると約10万2000円ぐらいなので、まあこれ256GB なので、まあ、その場で日本でも調べたんですけど、まあ、悪くない値段だったので購入しました。まあ、あと海外製っていうところに価値があるので、まあ、日本と同じぐらいの値段だったらこっちを買おうかなと思って見に来たんで、まあ、いい買い物ができてよかったです。結構マンションの中、かなり回ったんですけど、ここのお店が一番ダントツに、1000ドルぐらい他のお店より安かったので、良心的なお店でした。サムスイポーに移動してきました。ガーデンっていう香港で多分一番有名なパン屋というか、まあパンを作ってる会社の工場というか、まあ本社なのかなに、来ました。その後あっちのなんか古い建物のなんか昔の香港の生活が見学できる施設に行ってみようと思います。なんか改装中でやってないらしいです。残念。ホステルあるんだ。泊まれるんですね。いいな。カフェもあるみたいです。昔の香港の風景とかがすごい分かりやすく展示されてて、私なんかすごい楽しめるんですけど、ちょっと残念ながら日本語がないんで、そこだけがちょっと難しいかな。こういうやっぱ写真とかっていうのは面白いですよね。ハーブティーのお店がなんか当時は社交場みたいになったらしいですね。なんかまあ喫茶店みたいな感じなのかな。ジュークボックスもあったんで。内装も昔の香港をイメージしてていい感じですね。中庭がカフェになってますね。なんかレトロなレコーデ屋があったんで入ってます。セーラームーンがいる。前は結構問屋街が多いらしくって、古着が多いエリア、まあ多いって言っても数店舗しかないみたいなんですけど、この辺はなんか布、やっぱ服とかが多いっぽいですね。生地とか布とかの卸売りっぽいお店がたくさんあります。有名な香港の雑貨屋さんです。まあ、ほとんど日本の雑貨が多いのと、あとなんか香港でハンドメイドとかが多かったですね。古着も本当にわずか一部ですけどありました。パタパタ時計のトゥエンコの会社に向かってるんですけど、さすがになんか工場地帯っていうか、なんか建築で使う骨組みかな、なんか そういうのとかのなんか売ってるっぽいところが多い感じがしますね。あんまり観光客が来る場所じゃないんだろうな。ありました、このビルですね。何階なんだろう。エレベーターで2階に着きました。あった、これですね。思いっきり工場って感じ。
こっちが1300ドルで、こっちが、730ドルっていうふうに言ってたんで、まあ、普通に買うよりはかなり安いですね。パンフレットもいただきました。で、基本支払いは現金のみだそうです。で、歩いてプリンスエドワードのサルベーションアーミーに来てみました。ここはどんな感じのショップなんですかね。まあ、他と一緒で主にリサイクル品って感じですね。なんでこれピザひっくり返すやつで、コンバースとかもう2000円ぐらいなんで、もうこういうのはやっぱ安いっすよね。サイズさえ合えば自分のものにする、私物にするにはいいかなって感じですが、ちょっと仕入れ目的は厳しい感じ、まあ、そもそも香港って古着の仕入れ目的に来る場所じゃないと思うんですけど、モンコックに戻ってきてヴィンテージショップにちょっと行ってみますが、8階か、あ、よかった、ずっと階段かと思ってたんですけどエレベーターありました。このお店ですね。適当に見つけたなんか立ち食いみたいな路地裏のところでおやつ食べます。いただきます。これで焼きそば25ドルでした。ここはなんか日本のリサイクル品みたいのとかをとにかく集めてるくちゃくちゃなお店ですね。なんかこういうのとかで、なんかまあ1着20ドルとかなんで、めちゃくちゃまあ安いですね。なんか掘り出し物がありそうな感じです。あのこの辺とかかわいい。20ドルなんて500円とかですよね。なんでなんか多分相当みんなディグってみます。1階もありますね、ここ。バックパックとか安いんじゃないかな。靴も結構ある。レディースのなんかレトロコーナーとかもあるんで面白いですね。2012-3年ぐらいのチャンピオンシップのイングランド、あのバーミンガムシティのユニフォームをここからなんとか見つけました。100ドルだったので、まあ、1700-1800円ぐらいでした。引き続き古着屋を回ります。別の古着屋さんに来ました。古着って感じじゃないのかな。本当に若干ですけど、この辺は日本より安い。ここは古着というよりは日本のアメカジばっかり扱ってる感じのお店ですね。すごいな日本のやつばっかりだ。ヴィンテージメイズ、ヴィンテージの迷路という雑貨屋さんに来てみました。なんか駄菓子屋みたいな感じですね。いや、変なのいっぱい売ってんな。あー、でも結構日本のやっぱ雑貨が多い感じしますね。まあ、それだけやっぱ日本のものが人気なんでしょうね。なんかビレッジヴァンガードって感じがするお店ですね。わ、この辺とかウケんな。これ多分日韓ワールドカップの頃ですよね。あ、違う、これ98年じゃね、アルゼンチン戦か。あ、T
98年フランスワールドカップの時の日本のノベルティとかがある。すごく一部ですけど古着も扱ってますね。日本の90、80年代とかのシャツかな。300だからもう5、6000円ぐらいか。レディースが多い感じですね。俺の大好きなニキシー缶の時計が売ってます。なんかこういう青いのもあるんだ、初めて見ました。あとこっちにちょっとメンズがありますね。まあでもレギュラーって感じで、特にすごい安いわけでもなく、香港どこ行ってもそんな感じですね、古着は。まあ、でもここは雑貨メインで見てるのは面白いお店ですね。次の古着屋行ってみます。暗いなやってんのかな。結構香港はセキュリティが理由でなんかお店の扉に鍵がかかってることがあるんですね。私も分かんなかったんですけど、なんでなんかこうピンポン押して中から開けてもらってやっと入れたりとかするみたいで、それ知らずにガシャンとかやるとなんか店員さん結構びっくりしてて、あとなんかレディースのお店に行くと私が一人で、あのレディースしかないよみたいなことを結構言われて、なんかちょっと入りづらい雰囲気みたいなのがあったんですけど、いやでもアクセサリーとか見たいんだよねみたいなこと言うと、あ全然いいよって入れてくれた感じでした。で、今日は最後にここさっきモンコックの近くで行ったお店の、ここはなんだっけ、チムサーチューかの支店だと思います。行ってみます。まあ、変わらずほぼリサイクル品ですね。すごい量だな。田島さん、この辺もなんかサッカーシャツとかあるんですけど絶妙な値段なんですよね。2000円ちょっとで、別に古いものでもないのでちょっと転売しようと思うと厳しいかな。あとやたら岡山の服が多いんで、まあ岡山から来てるんでしょうねこの辺のベールは。あとねブートがすごく多いですね、やっぱりあの偽物のユニフォーム、こういうの、あのアディダスのマークがついてない日本代表のやつとか。ここも不発かなと思ったんですけど悪くないやつありましたね。銀座の高級テーラーメイドの一番館のジャケットで、内側にタグがついてて、佐野さんっていう方がオーダーされた1975年のジャケットですね。でもね、そんなに古さを感じないあれなんですよね、形というか。もう襟は結構太いんですけどシルエットがスラッとしてて、でサイドベンツであんまり古くない感じがします。まあきっとやっぱおしゃれな方がオーダーしたんでしょうね。なんかボタンとかも普通このサイズはなんかここにつけないような気もするし、2つってなんか珍しいな。でまあ、生地もやっぱりすごくいい感じなので、まあ、ちょっとサイズが合うし買っちゃおうかな。うん、3000円ちょいとか。いやー結構迷ったんですけど結局買っちゃいました。まあ3000円ぐらいだしっていう、まあ言い訳をして永遠に服が滑り続けてってるんですけど、しかも今回荷物が預けられないんでまたこれも着て帰らなきゃいけないんですけど、まあ最悪うまく売れば買った金額で売れると思います。まあ、ちょっとこの襟の大きさがすごい気になったんですけど、まあなんかうまくコーディネートしてあげればそんなに違和感ないかなって思ったんで、状態もいいしでサイズも自分にぴったりだったので購入しました。一回宿に戻ります。有名なエクロール屋さんのお通りかかったんで、はい、うん、Yes Thank youI'm from Japan. どうも。どうも、ありがとう。